さあ決勝いきます。相変わらずビューティフルな腕の振りですね。ストローク最高です。さあ来ました。佐藤かすみ先行の701。綺麗にダーツがブルに向かってますよね。テイクバックも綺麗に向かってます。なので彼女独自のセットアップですよね。
ですね、ここを崩しに行きたいですよね、清水選手としては。先攻を思いっきり逆転したいと思いますね。ガーナサット、これが勝負師の勘っていうんですかね。欠点があまりわからないのが、佐藤選手はでも手首がフォローの時手首が落ちすぎる、落ちすぎ出すとちょっと黄色信号って感じですかね。ここでスクエアに戻したいですね。今のもちょっと良くないですね。あそこまでこう、この辺もこの感じですね。素晴らしい。そこら60一択ですか。7もあるんだ。ブルブル、さあ542どうするんだ、どうから行くの、ブル1ブル51いく。ずっこけ、ずっこけてますね。結構ね、11トリプルってねプロ入れるんですよ。はい、ガックンみたいな、ガックンみたいで、選手が気持ち的に有利になりますね。今ちょっとまだ疑心暗鬼投げてたものが多分吹っ切れると思うんですよね。いや、いいと思います。思いますよ。
さあここでカットですね。今日前回清水選手を倒した時のようなキレ味は感じられないので、早めに自分のペースをどんどん掴んでいけば清水選手も勝機あると思いますね。カットからのブルですね。ここをきっちりブルさあ清水清先行のクリケットキープ。3レッグ目は佐藤かすみ先行のクリケットへと移ります。3度目ですよね、佐藤選手の手首の感じはですね、少し今日は手首を折ってるんですよね、フォローするの時に折りすぎた感じがしてるので、そこはちょっと心配ですね。さあここでセブンマックスだと、ナイスだと、眠たいから寝してあげてくださいな、もういいじゃないですか。眠たいです。
セブンマークで先行のアドバンテージをしっかりと取ってきました。おー決めたー、清の舞でナインマーク。清の舞いいですね。3投目まだ分かんないですね。ナインマーク決めたもののですよね。オーバーか。いい試合だ。ナイスゲーム。清水選手ここ来そうですね。でもね、まだまだ15、16ブル。この辺でまだもつれそうですね。サイト。ここですね、やっぱここ少し角度変えてほしいですね。そうですね、少し内側に立ってその間を、あー全く見当違いもいいところ16いきましたね。ナイスナイスカットです。いやーいい試合だ。ナイスグッドゲーム。ちょっとこの2投は全然集中してませんね。しっかりやっぱり諦めないっていうか、集中してやっぱは投げないとダメですね。何気なく投げた2投ですね。ビッグラン。さあそして清水選手先行の701ゲームスタート。少しちょっと力んでますね。うん、優勝意識してるのか、手首の起きるのがちょっと早くなってきますね。まあでもね、いっぱいいっぱいなってるの分かりますよね。
手首がね起きるのが早いとダーツがやっぱり下に行きますよね。下に行きやすくなりますね。やっぱメンタルゲームですね。やっぱ下に行ってる、ね、今のナイスタイミングですね。今バッチリ当てました。優勝意識してるんでしょうね、清水選手。これはね、もつれる可能性ありますよ。これは佐藤選手が本来ダーツを投げてれば、これはファイブレークまでいきますよね。時間置いてもいいと思いますよね。もう佐藤選手ね、この状況分かっているので、もう佐藤選手は楽になりましたね。ここはハットでブレイクの状況ですね。さあこれは振るからですね。もう一回振る、そして16ダブル決める。ナイスアーツ。さあブレイクバックで勝負の行方はゴレックコークチョイス。やっぱりこう優勝っていうものがね意識して投げ急ぎっていうか、ちょっと今ちょっと清水選手はちょっときつい時間ですよね。で逆に佐藤選手はイケイケになってるパターンですね。この流れはいっちゃう可能性がありますよね。このダーツって本当面白いのがね、メンタルなのでね、普段できていることが何かのきっかけでできなくなる。今少し具合から言えばもう佐藤選手が気持ち的に優位に立つんですね。
そういうことですね。701を佐藤香澄選手がチョイスしたんですね。これはもう清水選手にとってはラッキーですよね。なぜにその701をチョイスしたのかちょっと僕は分かんないですけど、理解不能ですね。まあまあ戦っている当人しか分からないことなんでしょうけど。私は外さないというところでチョイスしたんでしょうね。いやでも面白い。これでねパーフェクトなんかしたらもう抱きつきます佐藤香澄選手に。すごいっつって。難しいところにつきましたもんね。さあこれはこのまま打っちゃうとワンブルの可能性。あーそこだ、あそこ入れてきたな。大したもんだ。まいやめろ笑うわ。ダメですか。おーナイス、ナイスですね。さあでもですね、139でしょ。簡単ではないのでね、これ清水選手が大きく削ってくればですね。あー力んだ。ブルブルで111。上がり目出せずですね。これでいや目録通りですね。87ですからね。さあサブログ見事、いやー見事ですね。はい、ルンルンです。はい、ルンルンかすみおめでとうございます。ナイスナッツ。
調べさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。はい、では少しインタビューさせていただきます。今日でですね、ツアー4勝目ということです。おめでとうございます。さあ、これで面白くなりますね。順位もね、ぐっと詰めてきました。今日ですね、なんか調子が良さそうだったと思うんですが、今日一日いかがでしたか。そうだったので、たまにでも優勝することはやっぱ、佐藤プロの選手が最近やっぱ調子良くなってきてるんですかね、ダンサーの方は。それでは、女子優勝、佐藤プロに優勝インタビューを行いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今季4勝目ということですけれども。はい、4勝しかしてないんですね。いや、しかっていうわけじゃないと思うんだけど、でも最近でもずっといい感じだと思うんだけど、思ったんですけどね、はい、いや悪くなかったんですけど。そうですよね、なんか強い時の佐藤プロのこうダーツにこう戻ってきたっていう感じだったので。まあちょっと決勝は下手くそでしたね。いや、まあ、そんなこともないと思うけど、でもまああのめったに見ないあのコーク勝ってインブル入れてゼロワンっていうのも、いや、まあ、もうクリキ入る気しなくって、うん、ちょっとキヨさんがすごいあのクリキ合ってたみたいなんで、はいはい、まあ、高校でも6ラウンドで上がればいけるっしょと思って行きました。まあそうね、まあでもそれがバッチリ当たって、まあブルーは本当合ってましたもんね今日。合ってました、はい、ね、本当で、まあ自分たち、まあ、自分が見ててやっぱりこう清水プロになんかこうなんか相性悪いなというところがこうあるんですけれども、それはいかがですか。勝手に自分が思ってるだけなんだけど、いや、あの調子いい時もなんか清水にこう、そうですね、こうピシャッてやられるというか。いや、あの入り出したら止まらない方なので、あ、その自分のゲームにする、まあ、自分の流れにするのは得意な方なので、うん、そこをいかに自分でこう対自分でやらないとやっぱサクッと持ってかれちゃって負けちゃうんで、やっぱ自分に集中しないとね、はい、でも今日はそれが、まあ、見事克服できたんじゃないでしょうか。そうですね、次も当たっても勝てるようになりたいです ね、はい、まあ、まあそれはもうみんな上位陣はねみんな一緒でしょうけども、はい、まあ、残り、5戦ですけども、はい、5戦ですか、はい、いかがでどうでしょうか。そう、自分の目標としてはですね、まだまだトップは当然狙えると思いますけれども、まあ、300も残っているので、うん、そこで、まあ、優勝したいなと、はい、全部優勝したいなと、うん、残り4つ優勝すればもうあ5つ優勝すればもうそれはもう絶対間違いないでしょうから、ね、優勝したいなと。残り4つか4つ、横浜、北九州、仙台、最終戦と残り4つ優勝できればなと。優勝したら1000ポイント、1000ポイントを取りに行きたいなと。まあでも楽しみですね。本当女子は本当すごく最近あの上位のレベルがすごく上がってきたので、はい、こう見てても楽しいんですけれども、そこら辺はやっぱりすごく感じますか、はい、去年一昨年とこう今年やってきて。そうですね、変な話やっぱ、うん、去年の方がでも自分打ててたなっていう気がするんですけど、うん、それ抜きにしてやっぱちゃんとなんだろうな、楽に勝てる試合はもちろんなくて今年は、はい、やっぱ上手になってきたというか、そのメンタルを揺さぶってくる、うんうん、なるほど、ようなダーツをする方が、まあ去年ねみんなやられたからね、まあ、かすみちゃん、まあ、佐藤プロに本当にやられちゃったからね去年。だからやっぱりそのオフの間対佐藤対策をみんな立てたんじゃないの、やっぱり。いや、まあでもレベルが上がるのはいいことだと思うんで、ね、見てると本当楽しいので、本当あの楽しいです本当、はい、もっとねあのレベルが上がって、で男子に引けを取らないぐらいのダーツができるようになれば、うん、ね、本当にいいなと本当に思います。楽しみにしております、はい、それでは、今日は、シークレットさんからですね、なんと
前島志郎モデル M46 をプレゼントなんですけれども、なんで M46 か分かりますか？前島志郎ですか？すごい福永さんは分からなかったけど嘘結構なんかすぐ分かりそうだけど、ね、やっぱりね、でということで、はい、キーワード欲しいんですけれども、男子の、初優勝したミラプロは、ちょうどミラプロは今年40だったみたいなので、はい、40歳というキーワードだったんですけれども、佐藤プロは何にしました？それ流れで行った方がいいですか？いや、いや何も全く関係ない。佐藤かすみは27歳です。27歳それで行く？あ、いらないですか、そういう情報じゃあ40歳と27歳で40歳と27歳だってそれ言われたらもうそういう流れかなって思っちゃいますよ ね。では、キーワードは皆さん、40歳と27歳ということで、はい、よろしくお願いいたします。それ今日は、シークレット様の、まあ、シンバレル前島さんモデルの M46 をプレゼントいたしますので、どしどしご応募ください。次回、パーフェクトは、来週、珍しくお休みで、再来週は、横浜で PT300 横浜大会ですので、ぜひ朝から熱い戦いを繰り広げられると思いますので、楽しみにしていただけますしてください。それでは今日佐藤プロ、はい、優勝おめでとうございました。ありがとうございました。それではこれにて、静岡大会を終了したいと思います。皆さん、遅くまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。